出撃 R25。おはようございます。シュです。いやー、二つ亀キャンプ場、めちゃくちゃ良かったですね。やっぱり昨日ちょっと疲れてたんでしょうね。ぐっすり眠りました。なんで、ちょっとこれからですね、フロントの方にちょっと行ってですね、出発したいかと思います。今フロントにプラカードを返してきました。今日ですね、絶対に雨が降るみたいで、多分10時ぐらいにはもうこっちは雨がかなり降るみたいなんで、ちょっと雨の中キャンプってやっぱり嫌なんで、昨日の夜ですね、ホテルを予約しました。昨日走ってる時にですね、見つけたホテルで、露天風呂が、すごく評判がいいってことで、ホテル予約しましたんで、今日はホテルに泊まろうと思ってます。
ありがとうございました。いやかなり粘ったんですけど、もう見るとこなくなっちゃいましたね。できれば12時ぐらいまでいたかったんですけど、11時20分か。なんでちょっと佐渡金山で、長時間入れたらなと思います。では佐渡金山に向かいましょう。こっちか。めちゃめちゃもうすげえ雨降ってんじゃん。これじゃツーリングなんてしたくないっすね。全く何も見えねえし。いや本当今日資料館巡りにしちゃってよかったです。いやさっきの時の森公園、最後ぬいぐるみ出てきましたけど、ずっとあそこにいた おじさんなんですよね。あのおじさんいきなり時のぬいぐるみ着ぐるみ着たら若い女の子がみんな可愛いって寄ってきたんですよね。なんか面白いなと思いましたね。うわーもうこれダメだな、すげえな雨が。おお。今この太一の防水パンツとこのウェアなんですけど、まあカッパ着なくても全然雨塞いでくれるんで、一応リアのですねハードケースの中に絶対濡れちゃいけない寝袋とですね、着替えを入れてんですけど、やべ iPhone が充電できませんってなっちゃったな。そうなんだよな、そこのコンセントの口だよな、これ当分できないんだよね。佐渡金山着きましたけど、なんか屋根付きの駐車場とかないのかな。うわーもうべちゃべちゃだよ。